ナンバーアンダーラインアイの楽曲ランキング202420 20代女性が選ぶベストソングトップ10平野翔の高速ラップが炸裂ボンの見どころを解説 No. アンダーラインアイというグループが2024年の音楽シーンに旋風を巻き起こしています特に彼らのミニアルバム No.O.Ring に収録されている楽曲は若者を中心に絶大な人気を誇っています 6月13日から20日にかけて行われたアンケートでナンバーアンダーライン愛の楽曲の中で20代女性が選ぶ人気ランキングが発表されましたこのランキングは多くのファンの声を反映しておりその中でも特に注目されたのが「愛と「ボン」という2曲です「愛はメンバーの平野翔さんがプロデュースを手掛けた楽曲で軽快なメロディーとゴスペル調のサウンドが特徴です この楽曲のタイトルには、愛や自分、愛という意味が込められており、聴く者に強いメッセージを伝えています。2024年5月27日にリリースされると、瞬く間に人気を集め、特に20代女性の心をつかみました。対する、ボンモヒラノさんがプロデュースし、ビルボードジャパンの週間ダウンロードチャートで1位を獲得しました。この曲は、 ヒップホップと日本古来の楽器の音色を融合させた独特のサウンドで、リリース後わずか1日と13時間で YouTube の再生回数が1000万回を突破しました。ボンはそのクールなサウンドと壮大なスケールで、多くのリスナーを魅了しました。特に、岸くんの高速ラップが印象的で、平野翔さんの声が楽曲全体を引き締めています。海外のファンからも高く評価され、 彼らのリアクション動画ではキャッチーなサビを真似する様子が見られました。このような才能を世に紹介できるナンバーアンダーラインアイの存在は、次世代の音楽シーンに新たな可能性を示しています。私自身もナンバーアンダーラインアイの楽曲に魅了され、その中でも夢の続きと富士が特にお気に入りです。平野さん、神宮寺くん、ガンくんの3人がプロデュースする楽曲は、 どれもファンの心に深く響きます。彼らの声はとても素敵で、ダンスに遊び心を加えたパフォーマンスは圧巻です。インスタグラムからもサプライズの嬉しい輝きを受け取り、元気をもらっています。特に、富士は、ドームでのパフォーマンスが忘れられないほど印象的で、ダンスをせずに仁王立ちするスタイルが圧倒的なオーラを放っています。また、ブローユヤーカバーのダンスも見逃せません。 指先から腰の動きに至るまで色気と切なさがあふれており平野さんの体感の強さが際立っていますランキングの結果に驚くファンも多く私自身も夢の続きがもっと上位に来てもいいと感じましたスクエアアンダーライン1やバナナも素晴らしい楽曲で多くのファンに愛されていますナンバーアンダーライン I の魅力はその多彩な楽曲とメンバーの個性豊かなパフォーマンスにあります 彼らの音楽は、若者だけでなく幅広い世代に影響を与え、音楽シーンに新たな風を吹き込んでいます。これからも、ナンバーアンダーラインアイの活躍に注目し、彼らが生み出す新しい音楽に期待したいと思います。彼らの音楽がどのように進化していくのか、次はどのようなサプライズが待っているのか、ファンとして楽しみにしています。ナンバーアンダーラインアイの音楽が世界に羽ばたき、 多くの人々に愛されることを願っています。彼らの音楽が持つ力は計り知れませんナンンバーアンダーアダインア i の楽曲はただのエンターテインメントにとどまらず人々の心に深く響き多くのファンに勇気と希望を与えています特に彼らのライブパフォーマンスは圧巻で観客を引き込むエネルギーに満ちていますコンサート会場ではファンと一体となった感動的な瞬間が数多く生まれ 彼らの音楽が持つ魔法を体感することができます。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、音楽だけでなく、そのキャラクターや人柄もファンに愛されています。平野翔さんは、そのカリスマ性と真摯な姿勢で多くの人々に影響を与えています。神宮寺君とガンくんも、それぞれの個性を生かし、ファンに深い愛情を注いでいます。彼らのインタビューや SNS の投稿からは、 ファンを大切に思う気持ちが伝わり、ますます応援したくなる存在です。ノー・オー・リングの収録曲はどれも素晴らしく、リリースされるとすぐに話題となりました。特に、アイとボンは、20代女性だけでなく、多くの音楽ファンから支持を得ています。アイは、その歌詞とメロディーが共感を呼び、多くのリスナーにとって特別な意味を持っています。一方、ボンは、 その斬新なサウンドとパワフルなパフォーマンスで聴くものを圧倒します。この2曲がアルバムの中でも特に注目される理由はメンバーたちの情熱と才能が詰まっているからです。彼らの音楽活動は単にヒット曲を生み出すだけではなく次世代のアーティストたちにも大きな影響を与えています。ナンンバーアンダーアダライン愛が築き上げたスタイルやサウンドは多くの若手アーティストたちの手本となり 新しいい音楽シーンを形成すする一助となっています彼らの成功は、努力と情熱の結晶であり、その姿勢は多くの人々にインスピレーションを与えています。私自身、ナンバー・アンダーライン・アイの音楽に触れることで、日々の生活に彩りとエネルギーを感じています。特に、彼らの歌詞には深いメッセージが込められており、その言葉が心に響きます。 平野翔さんのプロデュースした楽曲には彼の思いがしっかりと反映されておりその情熱がリスナーに伝わってきます彼らの音楽を聴くことで困難な時でも前向きに頑張ろうと思える力をもらっていますまた彼らの SNS やインタビューからも多くのインスピレーションを受け取っています彼らがどのようにして楽曲を作り上げていくのかその過程や裏話を知ることで 音楽に対する理解が深まりました。彼らの真摯な姿勢や努力する姿を見て、自分も頑張ろうと思えるようになりました。ナンバーアンダーラインアイの未来は非常に明るく、彼らがこれからどのような音楽を生み出していくのか非常に楽しみです。新しいアルバムやシングルのリリースが待ち遠しく、次はどのようなサプライズが待っているのかと胸を躍らせています。彼らの音楽が世界中で愛され、 多くの人々に影響を与えることを心から願っています。そして、彼らの音楽を通じて、私たちは多くのことを学び、感じることができます。彼らが伝えたいメッセージや物語をしっかりと受け取り、自分自身の生活に生かしていくことが大切です。ナンバーアンダーラインアイの音楽は、単なるエンターテインメントではなく、私たちにとって大切な教訓やインスピレーションを与えてくれるものです。 彼らの音楽がこれからも多くの人々の心に響き続けることを願ってやみません。n o ーアンダーラインアイの楽曲は、まるで私たちの人生のサウンドトラックのように感じられます。彼らの音楽を聴くことで、喜びや悲しみ、希望や絶望といった様々な感情を共有することができます。彼らの音楽が持つ力は、それぞれのリスナーにとって特別な意味を持ち、 その瞬間瞬間を彩るもので。す彼らの音楽がこれからも多くの人々に愛され続けることを信じてやみません。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、その才能と努力で音楽シーンに新たな風を吹き込み続けています。彼らの音楽が持つ魅力は、これからも多くの人々に影響を与え、感動を与え続けることでしょう。彼らの未来に期待し、 これかららも彼らの音楽を応援し続けたいいと思います。最後に No. アンダーライン I の音楽が持つ力を再認識し彼らの楽曲が私たちに与える感動やエネルギーを忘れずにいたいと思います彼らの音楽を通じて私たちは多くのことを学び感じ成長していくことができるのです彼らの音楽がこれからも多くの人々の心に響き続けることを願い 次のリリースを楽しみにしています。彼らの音楽が私たちに与える力は、計り知れないものがあります。